次に吉川赳君。はい、吉川赳君。はい、よろしくお願いいたします。自民党の吉川でございます。まず通告、大丈夫ですね。通告ちょっとしてないんですけど、大臣にですね、ちょっと感想を聞かせていただきたいのが、まあ、大臣もいろいろ大変でございます。野党に書籍を机に投げつけられたりですね、まあ、そういった中本当に汗をかいておられる中でありますけど、私今日はまあ、離婚ですとか、まあ、親権、さらには面会交流、さらには養育費の算定表、こういったことについて質問させていただく旨通告をしているわけでございますが、まあ、この離婚と一口に言っても、まあ、例えば男性側の DV であったり、さらには、まあ、夫婦間の不一致の相違、お互い、まあ、そういったトラブルなく離婚をし、どちらかが親権を持ったり、そしてさらには最近では熟年離婚という、まあ、こういったですね、もう子供が手がかからなくなってから離婚をすると、まあ、こういった形でまさにこの離婚も今いろいろなケースがある。もちろんこれ刑事事件になるような、まあ、非常に看過できないようなケースもあれば、まあ、なんとか2人で離れ離れでも子供を育てていく、こういったケースもあるかと思います。まあ、まさにこの離婚も今いろいろだと思うわけでございますけど、大臣もそういった認識でよろしいでしょうか。はい、委員長。森法務大臣。私弁護士の時、離婚事件の受任が多くて、それは成田離婚から熟年離婚まで何百件もやりました。またお子様がいらっしゃる場合、いらっしゃらない場合、様々で、ございました。委員のご指摘と同じ認識でございます。はい、吉川赳君。ありがとうございます。ですからもうこれ報道等を見てると、やはりどうしても目を引くように報道が報じているのか、まあ、ものすごく悲惨な DV 事件だとか、まあ、こういったのがなんとなくこの離婚だというようなことが象徴されているような気がするんですね。まずしっかりとそれを正していくという点でですね、今日いくつか質問したいと思います。まず最高裁来ていただいていると思うんですが、昨年の12月23日でございます。この親権を持たない側が支払う養育費の基準となります養育費の算定表が改正されたと思うんですが、まあ、これに関しまして、改定のこの時期、こういったものが定期的に行われているのかどうか、行われていないのだとすれば、なぜ昨年改定されたのかを簡潔にお答えいただきたいと思います。最高裁判所手島家庭局長。お答え申し上げます。今回の標準算定方式算定表の改定は、平成15年に発表されました標準算定方式算定表の提案からすでに15年余りが、経過しており、時の経過や社会実態の変化等を理由に、その内容に改良する点がないかを検討する必要が生じているという指摘を受けておりましたところ、その要請に応えるために、最高裁判所司法研修所における平成30年度の司法研究といたしまして、養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究をテーマに行われたものでございます。具体的には、家裁の実務を担当しております裁判官が研究員として研究を行い、令和元年12月初旬に報告書が完成し、その後、公表に向けた準備を行った上で、最終的に12月23日に公表されたものでございます。はい、はい、吉川赳君。クリスマスイブイブというね、まあ、そういったタイミングだったと思うんですが、じゃあ次回の算定、こういったものは見込みとしてあるのでしょうか。最高裁判所手島家庭局長。はい、お答え申し上げます。先ほどお答え申し上げましたとおり、今回の改定は時の経過や社会実態の変化等から、検討の必要が生じているという指摘を受けて、その要請に応えるために行われたものでございまして、今後も時の経過や社会実態の変化等を踏まえ、適切なタイミングで検討されることが望ましいというふうに考えております。もっとも現時点で具体的にいつどのような形でというところまでは明確に定まっておりません。はい、吉川赳君。私ちょっとそれおかしいと思うんですね。確かにこの15年間経って、まあ、社会的な変化さまざま、もうこれは物価も違えばですね、まあ、給与、平均給与も変わってるでしょう。ただですね、これ例えば2019年にはこれ保育が無償化されてるわけなんですよね。そしてまた今年からですね、年収590万円以下の家庭の高校無償化、こういったものも始まるわけです。つまりこれ養育費を受け取る側の一人親のこの貧困という指摘もある中ではありますけど、なぜねこれ19年20年と一人親の例えばこういう教育環境をもっと言えばこの教育にかかる資金ですね、これが明らかにこの19年と20年で変わるかもしれないのに、なぜこれ15年ということだけでね、それが適切なのか。そしてこれで多分なんですけど、明らかにこれ、まあ、貧困家庭といわれる一人親家庭のですね、まあ、教育に関するこの負担というものは軽減するわけですよ。
それがこれもう始まることが見えているのに、なんでこれそんな15年という条件でね、それが適切だったのか、ちょっと答えていただきたいんですけど。最高裁判所、手嶋家政局長。最高裁判所内におきましても、家庭、改定の標準算定方式算定表の作成にあたりましては、各所の統計等につきまして、直近5年分の平均値などを用いて、おりますことから、例えば5年ごとに改定することが考えられるといった指摘もございまして、今後、こういった指摘も踏まえて、検討されることになるというふうに考えております。吉川赳君。いや、本当にそれが正しいと思いますよ。私なんか15年というと聞こえは区切りはいいですけど、全然例えばこれね、一般の方からしたら15年単位ってわけわかんないですよ。で、先ほどね、まあ、5年を目安に今考えているということなんですけど、それですら本当にこれどうなんです。さっき言ったように本当に、まあ、受け取る側のですね、まあ、負担軽減、まあ、生活における子育てにおける負担軽減というものがあるわけですよね。まあ、そういったことをぜひ踏まえてですね、今後これ検討いただきたいと思います。そして関連なんですが、まあ、今年5月から、まあ、民事執行法改正されますね。まあ、問題となっておりました養育費の未払い、これは本当に私あってはいけないことだと思っておりますので、まあ、この改正本当に大きな前進だと思っております。まあ、その中で、まあ、未払いの親権者ではない方、まあ、親権を持たない方の親権を、まあ、有しない親の、まあ、財産開示等が可能になるわけであります。まあ、これ強制力ですとか、まあ、強制取り立てですとか、まあ、懲罰はさすがにこれ民事でございますからないものの、まあ、一歩前進ということは、まあ、一歩というかこれ大きく前進ですね。まあ、本当にこの養育費を受け取れずに困っている親権を持つ親、またその子に関しては非常に大きな改正になると思います。まあ、これに関して、例えばこの子どもの貧困、一人親の貧困、こういったことにこの法改正によってどのような影響があるのか、まあ、つまり、まあ、少しでも解消されるというような認識でよろしいんですかね。これどっちかというと法務省なのかな。どっち。はい、法務省小出民事局長。お答えいたします。委員ご指摘の民事執行法の改正でございますけれども、ご指摘のとおり債務者の財産開示手続きの実効性を高めるための規律の見直しとともに、債務者以外の第三者から債務者の有する不動産預貯金債権に関する情報のほか、養育費の債権等を有するものであれば債務者の勤務先に関する情報も取得することができる手続きを新たに設けました。その内容でございまして、まあ、一部の例外を除きまして4月から本年4月から施行されます。でこれによりまして、確定判決や執行証書等の債務名義を有する債権者につきましては債務者の財産を把握して強制執行することが容易になるということから、この改正法は養育の支払い確保等にも資するものというふうに考えているところでございます。吉川赳君。ということはですよ、またこれ最高裁に戻るんですけど、これも一つね、この算定表にね考慮するべき事情じゃないんですか。今後最高裁判所手嶋家庭局長。養育費の算定裁判官が判断する事項でございますので、最高裁判所として例えば次回の改定にあたってご指摘のような事情が考慮されるかということについてお答えする立場にはないところでございますが、一般論として申し上げますと、養育費は当事者の収入等を考慮して支払われるべき額が定められるものでございまして、その性質上額の算定にあたっては実際の回収可能性については考慮されないものでございます。従いまして一般的に申しますと、仮に今般の民事執行法の改正によって養育費の回収率が増加したといたしましても、そのこと自体によって養育費が減額される関係にはないものと考えられるところでございます。吉川赳君。ちょっとすみません、今のこの算定表というのは、つまり養育費をもらう側のね、親権を持っている、まあ、どちらかというとまあ母親が多いと思うんですけど、そういった方 その、まあ、世帯間収入だとか、そういったのはこれ、そもそも加味されてないということです。そういったものの平均だとか、そういうのは。つまりこれ、父親側の年収だけでこの算定表を決めてるということですか。最高裁判所手嶋家庭局長。もちろん、同居親とそれから同居していない親のそれぞれの収入を勘案して決めております。受け取る側のですよね。はい、手嶋吉川赳君。受け取る側のですよね、要求費を。
ですよね。ということはだってこれあれでしょう、今の平均とこの民事執行法改正によってこの例えばね現状での養育費の支払いが増えることによってその養育費を受け取る側のね、まあ、平均的なその生活レベルというのはこれ向上するわけですよね。することが予想できるからだってこの改正したんでしょ。何の意味があるのじゃあこれないんだ、それがないんだったら民事執行法の改正自体意味がないじゃないですか。最高裁判所手島家庭局長。先ほど申し上げましたとおり養育費といたしましては双方の例えば報酬といった給与等の報酬を勘案しながら子に対してどの程度割り当てられるべきなのかということを客観的な額を確定するものでございますのでそれが執行によって回収されるかどうかとは別問題であるというふうに認識をしております。吉川赳君。分かりました、それは一回分かりました、まあ、これ答弁聞いててですね思うのがまずまあこれちょっと聞きたいのがこの養育費の算定表をそもそもなんですけど、まあ、これはその離婚訴訟における基準値ということになるということですよね、まあ、ただこれ基準といえどまあそれも個別の事例によってねこの支払いの金額っていうのは今答弁いただいたようにこれももちろん変わるわけですよ。これどの程度ねこれまあ基準として有効なのかというのをちょっとお答えいただきたいんですけど。最高裁判所手島赳庭局長。この算定表でございますけれども、まあ、あくまで合理的な目安として、はい、その実務に携わる裁判官が研究の上で、提案をしたものでございまして先ほど15年という話もございましたけれどもあの時点では、養育費の算定に非常に時間を要していたということで合理的な目安をいかに迅速に算定するためにはどうしたらいいかということで実務に携わる裁判官がの有志が研究成果として公表したものでございます。それがやはり迅速性合理性ということで実務に定着をいたしましてそこから年月が流れてしまったという経過でございます。吉川赳君。実務に定着をしているということはある程度一定の基準になっているということなんですね、まあ、つまりこれこの金額によって、まあ、養育費を受け取る側も支払う側もこれ、まあ、かなりいい生活つまり国民生活にこれ直結するわけなんです。で今いろいろこのね例えば保育の無償化ですとか、まあ、そういったことが影響するか否かという答弁をいただきましたがただねこれ我々国会議員も算定にあたってほとんどね中身を知ることはないし一般の国民だったらこれますますなんですね。ただこれ本当にねこの離婚という問題を抱える夫婦にとっては、まあ、生活の根幹に関わることなんですよ。これねさっきから何か、ね、研究所の、ね、司法研究所の成果として、というようなことを強調されてますけどただねこれ算定表という一定の基準になるものが極めて民主的プロセスを得なければならないのかなと思われるものが完全これ最高裁のブラックボックスの中で私決められてるんじゃないかという印象をね持つんですけどこれもうちょっとね実態の例えば生活ですとかそういったものを勘案するのであれば他の決め方ってもっとないんですか。最高裁判所手島家庭局長。先ほど申し上げました通りでもともとの算定表等につきましては実務のある意味知恵の中から出てきたものでございます。これが時間が経過していろいろ内外からもご指摘をいただいておりましたところを踏まえて今般見直しをしたということになります。でこの15年も経ておりますのでその間この算定表につきましてはその考え方自体につきましては判例雑誌等に公表されておりますしいろいろな内外からのご指摘もいただいたところでございますのでそれも踏まえてその意見も見ながら資料を参照しながら裁判官において検討したというふうに聞いております。吉川赳君。内外のご指摘ではどこなんですか。最高裁判所手島赳庭局長。判例雑誌等を踏まえますと弁護士会等からも何度かご意見をいただいているようにも聞いておりますし学者の方からもいろいろなご指摘があったように聞いております。吉川赳君。内外といってもそれ司法の側の立場にある方たちですよね。これさっき言ったようにやっぱある程度これ国民の生活に関わっていることなんですね。例えば次回の算定にね例えばもうちょっと幅広く意見を聞くだとか、まあ、例えばこの離婚された、ね、親御さんたちに話を聞くだとか生活のレベルをしっかりともうちょっと見てみるとか他の省庁も絡ませて考えるとかそういった考えは現在最高裁として持っておりますか。最高裁判所手島赳庭局長。
次回の改定につきましては、改定されることになった場合にはのご指摘等も踏まえまして最高裁判所としても必要な協力をしてまいりたいというふうに思っております。吉川赳君、ありがとうございます。子どもに関わることでもありますので文科省ですとかね、そういったことをしっかりとこれやはり協議をして、もう少し民主的にですねこれ算定表重要な基準になっていることを、ね、先ほど答弁いただいたわけですから次回の算定に関してはぜひですねそういった点を考慮していただくお願いを申し上げます。今素晴らしい答弁いただきましたのでこの件は ここまでにしたいと思います。次でございますが、面会交流ということに関して少し法務省の方にお伺いしたいんですけど、離婚後親権を有しない親、これが面会交流をめぐって訴訟等に至るケースは現在ありますか。法務省小出民事局長。具体的に何件という統計数字は持ち合わせておりませんけれども、そのような争いになる事案はあるものと承知しております。吉川赳君。その中に親権者、普段子どもと生活をしている親権を持つ親がいて、片方が監護権を持っているというケースもありますかね。ですから分かりやすいと、私と嫁さんが離婚して嫁さんが親権者で私が監護権者だった場合という、しかしながら、思うように面会交流ができないというような。法務省小出民事局長。具体的な事案として承知しているわけではございませんけれども、親権の所在と監護権の所在が分かれているときに、実際に監護している親に対して、親権を持っている親の方が面会交流を求めるという事案はあるものというふうに認識しています。吉川赳君。これ後々最後の質問につなげたいんですけど、まずこの監護権が私あまりね今現状として機能してないと思うんですね。そういった点も踏まえながらなんですが、例えばこの面会交流にあたってこれはしっかりこの親権というものの一つの権利ではあるものの、面会交流というものの親権も面会交流というのもですね親権を有しない親にとってはこれ重要な権利なわけであります。もちろんこれはね先ほど冒頭お話をさせていただいたように、DV とかこういう事案の場合はそもそもこれ接触禁止ということになるわけでございますから、しっかりとまずこの監護権であるとか面会交流というものが行使できるように少しねこれ法務省もそしてまた我々も工夫が必要だと思うんですね。なんでこういう訴訟が起きてしまうのかというものをしっかりとこれ根本的に考えていかなければならないと思います。というのも今例えばこの一例ではございますが児童虐待と言われる事件においてもですね、例えばこれ親権を有しない方の親が頻繁に面会交流を行っていれば塞げたのではないかと思われるような事案が私はあるんだと思います。というのも、これ児童虐待もですね先ほど離婚の報道と一緒で、実は児童虐待ご存知の通り一番多いのは0歳児ケース、これが5割占めておりますから、離婚云々ということではないんでしょうけど、ただやはりその中でですね、やはりこのじゃあ加害者はというとやっぱりこれ実母が加害者となっていることが半分ぐらいの事例なんですね。そしてその中にやはりこの族父であるとか、さらにはその一人親の同居人ということが、この虐待の加害者になってしまうということが、これ報道等でもよく目につくわけであります。例えばそういった事例に関しても、この離婚というね致し方ない理由があって、で、子供を育てる自信があるんだということで、もちろんこれ親権をね母親が得るわけですが、ただやはり子育てというものがいろいろある中で、さまざまなその精神的な負担であるとかトラブル、こういったことでこういった虐待が引き起こされてしまうわけで、ただやはりそのね防波堤としてもしっかりとこの面会交流というものの権利を保護していくことによって、例えば普段一緒に住んでないお父さんがなんか、例えば月に1回子どもの顔を見る話すことによって、そういったものの発見にも私はつながってくると思います。これは今後どういう方策があるのか立法府としても考えていかなければならないことだとは思いますが、現状今訴訟があるというような答弁をいただいた中で、もう一点なんですが、文科省さんが来ていただいてるんですね。はい、ありがとうございます。この離婚後の子どもの学校行事という点でもいくつか私地元の方からですね、なかなかこれに参加ができないというようなことを伺っているわけです。例えばなんですけど、例えばこの親権を有しない方の父親、もちろんこれが子どもの学校行事に出たいという場合、これ一番いいのは親権を有する例えば元夫婦関係にあった方と、しっかりと話し合いをして、じゃあ二人で行こうというような形がこれは最も私は望ましいのかなと思うわけです。ただやはりどうしてもですね、
離婚も、ね、先ほど大臣もいろいろな事例を見てきたということでございますけど、どうもね、やっぱ別れたかみさんとはもうなかなかもう一言も話したくないと。ただやはり子供とはね、面会交流の権利があって定期的に会っていてと、まあ、こういうケースもあるわけなんですよね。そうするとじゃあお父さんがね、まあ単独でと言ったらこれおかしいんですが、子供の運動会ですとかそういう行事に行った場合に、今このそのお父さんを受け入れるかどうかということが、まあ、主に教育機関に一任をされているということをよく聞きます、まあ、言えば例えば公立の場合はこれ基礎自治体になるんだと思うんですが、これ文科省として今そういった家庭、親権を有しないお父さんが学校行事に参加する場合の何かこの文科省としての方針的なものはこれ現在あるんですか。文部科学省海老名大臣官房審議官。お答え申し上げます。まあ、父母が離婚した後であっても、子どもにとっては父母のいずれもが、まあ、親です、ございますし、一般論としては父母の離婚後も父母の双方が適切な形で、子どもの養育に関わるということは子どもの利益の観点からも重要なことであろうというふうに考えてございます。お尋ねの学校行事への参加につきましては、まあ、民法第766条の定めるその面会交流その他 その看護について必要な事項とに該当するものと考えてございますが、道場におきましては競技離婚の際には面会交流等のこの看護について必要な事項については父母の協議で定めるということとなっており、学校としては父母が合意した内容について対応可能な範囲内においてこれを尊重して取り扱うということが基本であろうというように考えているところでございます。他方でその面会交流等に関する合意がない場合でありますとか、あるいは双方で意見が異なる場合、学校は民法の道場の規定を趣旨を踏まえまして、父母の間での協議または家庭裁判所の審判等によりその具体的な内容を決めるように求めるといったようなことも考えられるところでございます。いずれにしましても今後父母の離婚後のこの養育の在り方に関しましては、このような方針で文部科学省としては考えてございますけれども、現在法務省を中心に議論がなされているものと承知してございます。文科省としてもそうした議論も注視しながら、親権のない父母等に係る対応の在り方などについて関係の教育機関等への周知を含めまして、今後の対応について検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。はい、吉川赳君。ぜひこれは早急にですね検討をしていただきたいと思います。その他にも例えば別居中であるとか調停中、こういったケースもこれあるわけなんですよね。例えば私が聞く話では、別居中に、子どもの運動会等のお知らせがですね、一緒に住んでいる母親の方にしか来ないとか、で学校に問い合わせると、1家庭につき1つだというようなわけわからないことを言われるということも、これ地方の教育現場では今起こっているようなんですね。ぜひそういった点を踏まえていただきたい。そしてあとこれもう一点重要なのが、先ほど前段お話をしたように、かといってね、この純粋に子どもを持っている親権のない親、こういった皆さんの権利はしっかりとこれ守るべきです。ただ同時にね、これやはり学校側も警戒するのは、例えばそれで父親が単独にできて、DV とかをね行っていた離婚の事案だったら、これはまずいよねというような、学校側もねそういったことの警戒っていうのはこれあると思うんですね。ついては例えばこれ離婚訴訟で DV の場合って刑事事件になるかと思うんですけど、その際の接見禁止等の情報というのは、これ教育機関との共有等はこれ行われてるんですか現在。例えば子どもの接見禁止のね、だから片方の親権のない親がねいるとしますね。例えばそういう方がね、これ接見禁止なんですよというようなことは教育機関等にこれ共有はされてるんですか、学校側に。法務省小出民事局長。突然のお尋ねですが、そういったその子どもとの接見を禁止するというような処分を命じた、例えば裁判書きがですね、例えば学校の方に送達されるというようなことは制度上なっていないんではないかと思います。吉川赳君。いや、要はそれをすればいいんですよ。それをすればね、この親子に関しては、これはね、学校側もお父さんが単独できたら気をつけなければならないって、これ、分かるわけじゃないですか。そうじゃない場合は、例えば夫婦の仲は相変わらず悪くたってね、でも別に子どもの行事にはね、参加したって子どもに危害はないなと、こういったことの一個の判断基準になるわけですよ。ぜひね、そういった点も今後しっかりと進展をさせていただきたいなと思います。そして今日この面会交流のですね、
質問をいくつかさせていただきました。ちょっとまだ足りないんですけど、あと5分ということでございますので、まあ、これたびたび国会でも議論をされる議論なんですけど、これちょっと大臣にいただきたいのが、まあ、共同親権でございます。まあ、これご指摘の通りでありますが、まあ、先進諸国ではほぼ導入をされていて、まあ、現状今日本でもされていない、そしてまたさらには2019年の民法改正では親権はこのための利益にあると、こういった条文も付け加えられたわけでありますが、子どもの利益、親権は子どもの利益ということを考えたときに、本当にね、これ親の離婚ということだけで、単独親権という制度で本当に私はこれが適切かどうかというのは疑問が残るわけなんですよね。確かにさっき言ったように離婚も様々ありますが、ただしっかりとですね、まあ、この離婚調停というものがある程度、先ほど冒頭質問させていただいた養育費の金額等も決まって円満に終わった場合は、子どもに関してはしっかりとこれ共同親権の中でね、養育をするという選択肢も私はあっていいと思うんですね。もっと言うのであれば、これ共同親権というのを一つの選択にして、もちろんこれ単独親権というのも選択肢として残して、ね、もちろんこれはいいと思いますよ。ただやはり一つの選択として、これ共同親権というものは私早々に我が国も整えていくべきだと思いますが、それに関して大臣今後の感想ですとか意気込みをお聞かせ願えればありがたいです。森法務大臣。はい、父母が離婚した場合のですね、この父母の双方がどのような形で子どもに関わるかという問題については、何よりも子どもの利益を最優先に考えるべきというのが私の考え方でございます。この問題については現在家族法研究会で法務省の担当者も参加して、父母の離婚後の子どもの養育の在り方について検討を行っております。その中では離婚後の面会交流の問題や離婚後のですね、今ほどご指摘のあった共同親権か単独親権かというような問題も含めて、幅広く検討を行っているものと承知をしております。私から担当者には家族法研究会の議論には積極的に参加をするように申し付けているところでございますので、法務省としては引き続きこの問題にしっかりと取り組んでまいります。吉川赳君。すいません、大臣の答弁いただいたんですが、森大臣としてこのさまざまな弁護士としても離婚訴訟を担当また見聞きしてきた中で、共同親権というものはあるべきだと思いますか、それとも共同親権というものはこの養育に関して適していないとお考えですか。委員長。森法務大臣。大変重要なご質問をいただいたと思いますけれども、法務大臣として今家族法研究会において議論されている事柄について言及することを差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにせよ法務省の担当者を積極的に参加をさせて、しっかりと議論をさせてまいる所存でございます。吉川赳君。ありがとうございました。今日お通達していたこの養育費の算定用と共同親権と面会交流ということに関しては、これにてということなんですけど、もう一問用意していたんですが、時間的にどうなんでしょう。難しいですか。あと1分まあ微妙ですよ。もうこれ答弁いただけないので、まあ、少しちょっと、まあ、触れたかったのがですね、まあ、少年犯罪における第三種少年院の位置づけであるとか、まあ、学習障害ですとか認知機能障害、こういったものの対応に関して少しお伺いをしたいなと思っておりました。まあ、端的に言ってしまうと、まあ、これ単純犯罪ではなくて認知機能障害等から少年犯罪が起こるようなケースがあると思うんです。ただしかしながら、これ少年院、こういう医療少年院等で治療を開始する時点では再犯の防止というのは有効なんですけど、ただこの犯罪自体の防止にはつながっていないなというような感じがするんですね。まあ、そこでこの、まあ、認知症機能障害の少年犯罪の事案等を、まあ、学校教育現場にしっかりとこの共有ができているのかというような質問をしたかったんですけど、答えていただけますか。法務省大橋矯正局長。時間にか申し合わせの時間が来ておりますので、ご協力いただき、答弁は完結で、少年におきましては、障害またはその疑いのあるものに対して、在院者の特性に応じた、個人別の矯正教育計画を策定して、照合しているところでございますけれども、関係の外部の専門家、あるいは教育機関の協力を得てですね、その充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
吉川赳君、ありがとうございました。まあ、予防として、ね、学校教育との連携も重要だと思っておりますので、今後ご検討ください。よろしくお願いいたします。終わります。ありがとうございました。これにて吉川赳君の質疑は終了いたしました。次に山内光一君。山内光一。